んにちは、盆栽ノートの、やってみた、初心者の、盆栽剪定、です。この動画は、初心者の私が、盆栽を勉強しながら、実際にチャレンジする動画です。前半は、調べたポイントをまとめ、後半は、実践動画となっています。足りない点や、間違ってる場所がありましたら、ぜひ、ご指導ください。頑張って、健康的でかっこいい盆栽に、仕立てていきたいと思います。それでは、今回の、お題。黒松、目切り。この動画でわかること。1、目切りとは。2、なぜ目切りするの。3、いつ目切りするの。4、目切り5つのポイント。5、やってみよう、目切り。1、目切りとは。今年の新芽を元から切り取ること、葉を短くする単葉法の一つ。2. なぜ目切りするの。目の力を平均化させ、葉の短い、細やかな枝を増やすため。春から伸び出した新芽を元から切り取ることで、その芽に蓄えられた力を、後から複数出る2番目に分散させ、葉の短い、細かな枝を増やすことができる。合わせて小葉の葉数調整、葉透かしをすることで全体の芽の力を均等化することができる。3、いつ芽切りするの。6月中旬から7月中旬まで小さい芽から切ることがポイント。4、芽切り5つのポイント。ポイント1、弱い芽は切らない。ポイント2、切る時期をずらす。ポイント3、芽元を約1ミリ残す。ポイント4、葉透かしをする。ポイント5、芽切り後の管理。ポイント1、弱い芽は切らない。弱い芽や、懐芽を切ってしまうと、2番芽が吹かない可能性があるので、緑の軸が、しっかり伸びている芽を切るようにする。木を大きくしたり、枝を太くしたい場合も、芽切りは行わない。ポイント2、切る時期をずらす。先に小さい芽だけを切り、大きい芽は1週間ほど遅らせて、切ることがポイント。小さい芽の2番芽を先に出させ、成長期間を長めに取ることで、秋の時点で大きな芽の2番芽と大きさが均等になるよう調整する。ポイント3、芽元を約1ミリ残す。新芽の根元を1ミリぐらい残してハサミを平行に入れる。新芽を完全に切り取ってしまうと2番芽が吹かないこともあるので注意する。逆に、芽を残しすぎると、2番芽が吹くのが遅れるので、これを利用して、大きい芽は、あえて多めに残すことで、他の芽との勢いを、平均化することもできる。ポイント4、葉透かしをする。芽切り後の切り口近くに残った前年の葉を3対残して他の葉をハサミで切り取る。小さい芽は4対残し勢いをつける。松の葉は2本で1対なので注意。残した葉の
いだから、2番目が出やすいよう、歯の間隔を均等に開けるのが、ポイント。ポイント5、目切り跡の管理。目切り後は、できる限り、日当たりの良い場所で、歯水を多めに管理する。5、やってみよう、目切り。それでは実際に、目切り、押してみましょう。それでは、始めます。今回は、黒松の、目切り、です。前回、歯切りしてから、随分と新芽が伸び、小葉の長さを、追い抜いてきています。せっかく伸びた新芽を切るのは、忍びないですが、全体のバランスを、取るため、大きい芽だけ、目切りしたいと思います。積むのが早かったのか、深く積みすぎたのか、目切りのようになってしまったようで、すでに2番目が出てきてしまいました。上の目は手つかずなので、このあたりを目切りしていこうと思います。下の目に追いつけばいいけど。それでは、この目から切っていきます。に緑の軸を伸ばしています。 1ミリぐらい残すように気をつけて切ります。続いて奥の目も切ります。感じです。続いてこのあたりは目摘みした目で、2番目を出さずにそのまま成長した目です。みんなこうなってもらうつもりでした。数少ない成功例です。思うようにいきませんが、何事も経験です。
すかし、押していきます。大きい目は3つい、小さい目は4つい残す、とのこと。目切りした目に差がなかったので、今回は3つい残しで統一していきます。バランスよく、間隔を空けて残すようにします。こんな感じかな。ピンセットで抜くと、目を傷めやすいので、ハサミで切るようにします。どんどん行きましょう。になります。以上で完成です。だいぶすっきりしてしまいましたが、2番目が吹くのを楽しみに待ちます。目かきが必要なぐらい出たら嬉しいです。なので次回は目かきを予定してます。よろしければチャンネル登録をお願いします。ご清聴ありがとうございました。